というわけで今日はですね、真庭市久世にやってきました、まあ、この近くはですね、旭川が流れてまして、この旭川からこの岡山の町、岡山市内の方に向かう、まあ、川なんですけども、まあ、昔ね、高瀬舟とかで、まあ、この辺かなり栄えていたという、まあ、寄港地なのかな、まあ、その関係で結構町が栄えているということで、今日はこの久世周辺をね、ちょっと歩いていこうかなと思います。かなり古いですね。でちょっとここを、立派な建物ですね。これ白壁かな。ここは商店。慶宗庵の松、黒松、赤松、並ぶ仁王松の代表です。あ、でかいですね。昭和38年5月1日指定、樹齢360年ということです。めちゃくちゃ大きな松の木です。天神橋、でその先にね、あのアーケードが見えますね。下町商店街、結構長いあの商店街というか、このなんていうんですか、久世の商店街エリアですね。喫茶スナック、でこの目の前に流れる川が旭川なんですけども、こんな感じで水路ができてます。
昔ながらの、ね、旅館ですね。まあ、おそらく、まあ、この辺にね高瀬船が泊まって、まあ、ここに上がってきて、まあ、泊まるみたいな感じだったんでしょうね。古いですね、これも。アーケードの市利用について何人によらずアーケードの上町下町内会長、これがあの上町、まあ、上町かな、どっちか分からないですけど商店街ですね。先ほどはなんか下町でしたけど、ちょっとまあこっちの方がちょっと落ち着いたような雰囲気ですね。でもね、この辺旅館が多いですね、本当に。まあ、このなんかアーチ状のものも昔はなんかやっぱ上にやっぱ屋根でもついてたのかな。
じのエリアでございました。まあなんか本当に昔懐かしい雰囲気が残る中、このアーケードがまだ残ってるということです。もうね、今となってはこのアーケードも老朽化がね進んで、あの撤去されたりとか、まあ、するんですけども、こうやって残ってるっていうのもね、またこれまたいいですよね。あのぜひあの興味ある方は行ってみてください。というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。